次発次へ、スワローズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは高橋健二投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。まずはですね、前回の登板から今日までどんなことを意識して過ごしてきたんでしょうか。はい、前回と前々回と本当に不甲斐ないピッチングで、本当に苦しかったんですけど、今日、松本さんのリードで、いいピッチングができたので良かったです。そんな松本の人はこのゲームが終わった後ハイタッチをして何かを話されていました。どんなことを話したんでしょう。いや本当に全部止めようかって思って言ってくださったので、本当に松本さんのミットめがけて思い切り投げました。はい、今日はテンポのいいピッチングで7回94球2失点、振り返っていかがですか。そうですね、本当に、一人一人と思って、思い切り投げていった結果が、この結果になったと思うので、あとは野手の人がいい守りだったり、いいところで打ってくださったので、いいテンポで投げれたかなというのがあります。改めて今日勝って今どんな気持ちですか。いや本当に嬉しいです。はい、そうです、よかったな。今日はキッズプロジェクトということで、多くの子どもたちがこの球場に足を運んでいます。まずは子どもたちに向けてメッセージお願いできますか。いや本当にスタメン発表の、お子さんたちの声で、僕も、勇気づけられて、試合に入っていけましたし、いいピッチングもできたので、本当にそこは、子どもたちのおかげだなって思います。さあ後半戦まだまだ続きます。最後にファンのメッセージ、ファンの方に向けてメッセージをお願いします。はい、暑い中いつもご声援ありがとうございます。まだまだ、勝つので、これからも暑いご声援よろしくお願いします。今日は見事4勝目を挙げました高橋健二投手でした。ナイスピッチングでした。ありがとうございました。
最後の長岡選手の守備もね、最高でしたよね。